はい、こんにちは、泉ひなです。じゃあ今日はですね、久しぶりにご飯食べる系の動画を撮っていきます。てかめっちゃお風呂上がりで髪まだちょっと濡れてるんですけど、で実は今日はね、最近楽天スーパーセールでめっちゃいいものを買ったんですよ。それがじゃじゃーん、こちらの紐の3キロ分のセット2240円で買いました。最高じゃね。この大きさで、なんかまあこれは2匹しか入ってないけど、物によったら6匹くらい入ってるやつとか、いろんな種類の紐のが6パック入ってるセットでした。もうすでにね、結構届いてすぐいっぱい食べちゃって、1パックは残りこんくらいなんですけど、今実は1匹解凍してるので、今日はね、料理する予定は特にありません。なんかただ焼いたりとか温めたりして、まあでも白ご飯を美味しく食べる回ということで、ちょっと皆さんと一緒にご飯食べたいなと思ってます。あ、まさかの残り1合分しかなかったです。なんなら1合分弱なので、まあそれならちょっと冷凍ご飯があるから冷凍ご飯にしちゃおう。令和の米騒動中らしいので、ちょっとスーパーに行ってもお米がないんですね。親に泣きついたら親が近くのスーパーで見つけたよって2、3日後に送ってくれるらしい。よかったはい、じゃあ解凍できたので、次はアルミホイル、まあこのくらい取って、はい、でなんとなくちょっとお皿っぽい感じの形にして、でお魚移動させます。よっこいしょ、オッケー、こんな感じ。から180度に予熱したオーブンで15分くらい焼きます。オッケー、じゃじゃーん、焼き魚、焼き干物の完成。おいしそう。じゃあ次はこの前にね、おばあちゃんって言った時におじさんが作った角煮焼き豚をもらったんですよ。でこの中に最初豚だけだったんですけど、半熟卵もね入れてちょっと保管してたんですね。だからこれをちょっとレンジでちょっと温めて、これも白ご飯と一緒に食べたいなと思ってます。おいしそう、最高やんけ。出して3分くらいチンします。はい、じゃあ次はこの冷凍ご飯ちょっとこのお皿の上に乗せてチンします。4分かな。はい、じゃあご飯できました。美味しそう。ほぼ何にも作ってないですけど、もうこれもインスタント味噌汁やし、チンしただけ、焼いただけ、まあこれは作り置きって感じです。美味しそう。それではいただきます。美味しそう、最高です。じゃあまずは角煮から、ね、最近はやっぱもう白ご飯がめっちゃ好きになってきたから、白ご飯をこういかに美味しく食べるかみたいな感じでメニューを立てるようにしてます。うん、マジ美味しい。これ熱っ。うん、うまっ。結構今年になってから焼き魚にめっちゃハマってて、前までは全然興味なかったんですけど、私は焼き魚ってやっぱ骨とかいっぱいあって食べるの大変だと思うんですけど、私は頭から尻尾までもう一つも残さずに全部食べきっちゃうのが好きで、なんかよく噛んだら意外と骨もね、あの喉に刺さらなかったりしてめっちゃ美味しいんですよ。まあなんか食べ方的にどうなんですかね、その骨もいっぱい全部食べちゃうっていうのは。病気がいいのか悪いのか分かんないですけど、逆に無駄にしないか私的にはありだと思うんですよ。ってことでいただきます。これ頭。うん、うん、おせんべいみたいな感じ。うん、これもう目と頭です。うん、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 骨とかを一緒に食べることによってやっぱ骨ってカルシウムも多いから多分体にもいいと思うんですよね。だから焼き魚めっちゃおすすめだし、で言うて干物ってスーパーで買ったら1匹200円、だからまあ 2匹で400円くらいするんですけど、別にそれを高いとは思わないけど、今回その楽天のやつはもうあれ何匹か入ってるかちょっと数え切ってないですけど、
もう1匹100円もしないやないかなっていうレベルの安さなんで、もうマジおすすめ。 PR とかじゃないですけどね、おすすめすぎてみんなに教えたい。まあ今これ動画出す頃には楽天スーパーセール終わってるかもしれないけど、普通に買っても多分安いし、まあスーパーセールの時はさらに安いか。マジ見て、うん、この大葉の醤油漬けは何入れたっけな、醤油、豆板醤入れたっけ、入れてないわ、醤油何入れたかここら辺に書いておきます。なんかネットでレシピ見て作った気がする。唐辛子とかね、ちょっとピリ辛味濃いめなんで、これも白ご飯に合うように作りました。うんうん、今回とか特に電子レンジをよく使うから、冷凍ご飯だとやっぱさ他の具材冷めちゃったりするけど、私的にはもう白ご飯さえ熱ければ美味しく食べれる派なので、白ご飯をいつも最後に温めます。みんなもそうか。うん、マジ角煮って美味しいよね、白ご飯に合う。うはよ、最近コウメさんが白ご飯大好きなので、ちょっと取り分けてここら辺で冷ましとこう。まだよ、でもストップ。角煮の卵もですね、ちょっと映らないか、じゃじゃーん、こんな感じのちょうどいい半熟卵にしたので、これも白ご飯に合うよ。基本ゆで卵は7分から7分半にしてます。7分だとまあ綺麗に半熟やけど、ちょっとと殻が剥きづらい。7分半やとちょっと剥きやすいかな。うん、美味しい。白ごみにさ角煮のソース、タレが染み込んでてさらに美味しい。うん、食べる。お米。うん、美味しいね。言うの忘れてたけど、当たり前のように白ご飯は2杯食べるつもりですからね。うまっ、マジうまっ。マジトロトロでうますぎる。私も前までは焼き魚は骨を取り分けて、まあ、身だけ食べてたんですけど、なんか TikTok で焼き魚を頭から丸ごと骨ごと食べちゃうギャルの子がいて、そのめっちゃ可愛いんですけど、なんかその子があまりにも美味しそうに食べるから私もやってみたらあまりにも美味しくて、それでハマったんですよ。よく噛んだらちゃんと喉に刺さらないからね。じゃあ白ご飯1杯目食べ終わったので、ちょっと2杯目温めてきます。2杯目です。
なに米かわいいね。お米さんのお米取ってるから切るな。はい、あ、ちょっと噛まれた。おいしいね、お米ってね。最近はお米が好きすぎてお米の匂いするとめっちゃ寄ってきます。こんなんもう骨やもんね。おせんべいやね、ほんと。じゃあこれ紐の最後です。寂しい。でももし骨が引っかかった時にお米を丸飲みしたら大体流れるんですよ。だから基本的には他のおかずよりもこの紐のは先に食べ終わるようにしてます。お米残しとかなきゃ。じゃあこの卵も食べよう。これは汁ご飯と食べるのが最高なんよ。じゃあ最後にインスタント味噌汁です。これは基本私はインスタント味噌汁に追加で業務スーパーの乾燥わかめを入れてかさ増しさせてます。あー、しみる。なんかさ、前まではご飯の前にお味噌汁を飲んでたんですけど、最近はちょっとこう最後の締めとしてお味噌汁を飲むようにしてます。なんかなんでだろう、ダイエット的には先に食べる方がいいんですけどね。美味しかった。はい、ということで全部食べ終わりました。美味しかった、マジで。ということでごちそうさまでした。